どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です。本日もこのコーナーでは、今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。そしてすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますので、どうぞそちらをご利用ください。本日朗読していくのは坂口安吾作「影のない犯人」です。坂口安吾はですね、1906年生まれ、1955年没の作家さんですね。坂口安吾は非常にたくさんのジャンルの小説を書いていまして、純文学も書きますし、エッセイも書きますし、推理小説も歴史小説もルポルタージュ、短報小説っていうんですかね、そういったたくさんのジャンルの、作品をものすごく多く、数も多く、残したっていう作家さんなんですね。今回の作品は、その中でもミステリーに近いのかなと思っております。ただこう探偵が推理していくというような道筋をたどるのではない、独特の世界を楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは改めまして、本日は坂口安吾作「影のない犯人」を朗読していきます。それでは本編をどうぞ。坂口安吾、影のない犯人。診察拒否の巻。この温泉都市で多分前山別荘が一番大きな別荘だろう。その隣に並木病院がある。この病院でその晩重大な会議が開かれていた。たかる者3名、主人の並木先生55歳、剣術使いの牛久玄斎先生70歳、一刀彫りの木彫家で南画家の石川京六先生50歳、いずれも先生と呼ばれるほどの三子である。あなたがバカなことを口走るものだからこういうことになったのですぞ。と並木先生は絞め殺しかねない目つきで京六をにらみつけた。その恐ろしい目つきに京六は震え上がって「バカ言うな、いあんたの目つきは殺人的だよ。誰だってその目を見れば一服盛られそうだと思うよ。よしてくれよ、俺に一服盛るのは。何ですと？聞き捨てなりませぬぞ。まあまあ、うちはもめはよしましょう。」とさすがに最年長の玄斎、鶴の一声見事である。剣術で鍛えた岩のような体、若々しい音声、端然たる姿、惚れ惚れする威厳である。京六は頭をかきながら、しかしね、俺のせいにするけどさ、それは俺は口が軽いし、変なことを口走る癖があるのも事実かもしれないけど、あんた方も近頃人相が変わってきたな。昔のふっくらした大人の風格が失われましたよ。なんとなく腹に一物ある人相だ。俺の口のせいにするのはひどいと思うよ。とつぶやきながらも、敵の殺気を恐れてか、よらば逃げようという身構えである。そもそも事の起こりは、前山家の当主一作がなんとなく病気になったせいである。前山家の人々は、てっきり並木先生が一服もったに相違ないと考えて、彼の診察を拒否し、他から医者を呼ぶに至った。前山家がなぜそう考えたかというと、並木先生はかねてこの広大な別荘を借用して医学旅館を開業したいという切なる願いの虜となっていたからである。温泉とはそもそも病人のためのものだ。しかるに当今の温泉旅館はすべて健康人を相手にしている。ところが並木先生の見解によれば、人間はすべて病人なのだ。病気を持たない人間は存在しない。彼らはただ自分の病気を知らないだけだ。もしもここに医学温泉旅館というものが開店して、そこに泊まるお客は名医の診察を受け、自分の病気を発見し、適切な処方を受けて週末の一日を休養して帰るなら、彼らの幸運は甚大であるに相違ない。それからそれへ聞き伝えて、押すな押すなの大繁盛であろうという考えであった。これを聞いて立ちどころに一生に付したのは強力だった。温泉へ入院に来る暇人はいないよ。だいたいあんたがそういう考えを起こしたのは、近頃あんたの評判が悪くて患者が来なくなったせいじゃないか。目先の変わった新趣向の旅館を開いてお金を儲けたい一年じゃないか。しかるに世のため人のためと言いたがる良見がちゃんちゃらおかしいのさ。そんな良見でいくら趣向を凝らしたってお金儲けができますか。俺だってお金が欲しくてしようがないのだから、本当に儲かる話ならすぐ飛びつくけどね。別荘を借りて旅館にしたけりゃ、普通の旅館で結構じゃないか。何のためにその来館へあんたというやぶ医者が現れてお客を診察する必要があるのさ。まるっきりぶち壊しじゃないか。幽霊かなんかが現れる方が、あんたが現れるよりも気が利いているよ。しかし、なんだね。あんたが現れるのはまずいけれども、玄斎先生が現れるのは趣向かもしれないよ。京六はこう言ったとき、自分の思いつきの素晴らしいのに、思わず膝を叩いたのである。彼は上気して叫んだ。そうだ、三人で旅館をやろうじゃないか。玄斎先生がその端然たる姿で玄関にうやうやしくお客を迎えて、しずしずと畳に額をすりつけて、へい、いらっしゃいましとやったらすごいね。番頭と言っちゃ気の毒だが、この番頭の風格。旅は気分の問題だからね。番頭で悪ければ、酒場には雇われマダムというのがあるから、雇われマスターでいいや。玄斎先生、70になるそうだけど、老来ますます色っぽくなってきたよ。数年前から16、17の稚児さんの色気がにじみ出てきたと思うんですがね。ここが剣術の玄妙なところかもしれないね。若年の時からの死したる剣の苦労が、老年に至ると若侍の色気になってよみがえってくるらしいな。若い娘にモテると思うよ。ひょっとすると17、18の女学生の恋人ができるかもしれないね。どうもそういう予感がするよ。京六はふざけているのではないのである。彼は生まれつき軽率に思い込み、軽率に感動し、軽率に口走る癖がある。剣術骨筋で貧乏のどん底にある玄斎をおだててみたって鼻血も出やしない。ねえ、三人で旅館をやろうよ。俺は駅へ出て客引きでも何でもやるよ。並木先生は風呂番でもするんだね。お客の背中を流しに出るとムラムラと誤信するから、油田の裏で湯加減の調節でもしてるんだな。さて京六が目下大問題の重大なことを口走ったのは、この次の言葉であった。しかしねえ、前山一作氏の目の黒いうちは金輪際別荘を貸してくれないからね。早く死んでくれねえかな。すると他に余徳もあるからな。花子夫人はまさに絶世の美人だからね。へへ。両先生、変な顔をしますね。知ってるよ、君。彼女に惚れているのは俺一人じゃないからね。両先生の老いたる胸に溶岩がドロドロと燃えただれているね。つらつら感じきたれば医者の先生も剣術の先生も実に悲しき人間ですよ。しかも俺よりも貧乏にやつれ、金に疲れ、女に疲れているのだからね。年がいもなくさ。医者の先生が前山市に一服盛り、剣術の先生が夜中に前山市を一刀両断にしても俺は憎めないよ。むしろその人を愛するな。聞き手が両先生だけならよかったのだが、その先に前山一作氏の長男光一というヤクザな青年がいたのである。光一は花子さんの子供ではない。花子さんは5歳だ。まだ28である。光一のたった3つ年長である。光一はカリエスでギブスをはめているくせに、剣闘のグローブを買ってきて立ち回りの稽古に打ち込んだり、にわかに思い立って絵やフランス語の勉強を始めるなどなど、全然私利私滅の青年であった。しかし、いかに私利私滅でも、前山一作なる人物は彼の父である。その一作氏に一服盛り、一刀両断にしてやりたいとは、根が軽率な強録にしてもひどすぎる言葉であるが、次なる言葉を聞いてみれば、さてはそうか、とうなずける理由はあったのである。えへへ、光一くん知ってるぜ。花子夫人を狙っているのはこれなる三先生だけじゃないからね。未亡人も親父の遺産のうちだから相続しても不思議じゃないと思い込んでいるらしいじゃないか。無論先生のお説には賛成です。彼女は稀なる美女ですよ。親父にはもったいないな。かつまだ甚だしく色っぽい女性ですね。しかも彼女は自己の多情なることを自覚していないです。女性に関してはすれっからしの審美家であった。彼は老いたる友人たちを裏切る意思はなかったが、ただ真実を伝える意味において、つまりその真実が彼のお気に召していたせいでもあるが、妹のマリコのみならず当の花子夫人に向かって三先生の言説を逐一報告に及んだのである。はっはっは、面白かったです。結局強六先生が最も純情のごとくで最もずるいですね。自分がどうするということを言わずに、並木先生が一服盛り、玄斎先生が夜更けに一刀両断にしたらと言ったのです。これだけで済めばよかったのだが、それから間もなく一作氏が原因不明の病気になってふらふらと床についてしまった。そこで定女花子夫人が立腹して並木先生の立ち入り禁止を発令し、よそから医者を呼んだのだ。この報告がてら光一は三先生を訪れて真実を伝える喜びにおいて、事の顛末を逐一打ち明けて語った。そして三先生を慰める意味においてか、真実を伝える喜びにおいてか、次のように話を結んだ。要するに彼女は今のところは定女です。定女そのものですね。事故の本体についてはあくまで無自覚ですからね。要するにそれだけですよ。これからが楽しみだとおっしゃるのですか？はっはっ、嫌なお方だ。やぶへびの巻。並木先生が前山家の出入り禁止を受けることは、一軒のお得意を失うという意味だけでは済まないのである。並木病院の建物は前山家のものだ。前山家の先代は喘息その他の持病に難渋していたために、並木先生に学士を出して医学校を卒業させ、別荘の隣に病院を建てて与えたのである。だから前山家の出入り禁止を受けると、彼の医者としての信用も人間としての信用も根こそぎ失われるばかりでなく、医者の看板も住む家も失わなければならなくなる恐れがあった。そこで並木先生は直ちに3先生会談を召集したのであるが、この事件は他の2先生にとっても好ましからぬ意味があったのである。なぜなら剣術の先生も彫刻の先生も前山家の屋敷内に寄居していた。というのは、前山家の先代は喘息退治のために剣術修行を志し、別荘内に道場を作って、そこに新影流の達人玄斎先生を居住せしめたからだ。講談本を読むと、平手幹が肺病患者であったような話はあるが、喘息持ちの剣術使いの話は出てこない。してみると、剣術が喘息に効くかもしれんというので思い立ったという話であった。また一作氏は幼少からのびっこで病弱で激務につけないから、お金儲けはもっぱら先代に任せて、自分は風流の道に勤しんでいた。そのために小学校中学校と同級生であった京六先生を呼び寄せて、別荘内にアトリエを作ってやった。この戦争で前山家の本邸は焼失し、また他の別荘や土地の多くは財産税で人手に渡って、今ではこの別荘が残っているだけであるが、おかげをもって現在教六の二先生はほとんど収入もないくせに、この暮らしにくい乱世をなんとなく今日まで生き抜くことができたのである。こういう事情であるから、並木先生の立ち入り禁止が変に発展した場合には、彼らの唯一の安住の地を失う恐れがあったのである。ひょっとするとこの屋敷内から追放されるかもしれんということを知って、最もショックを受けたのは新影流の玄斎先生であった。ご承知のごとくに、敗戦後は剣術が禁止されて、新影流は一文にもならないばかりか、現在その人が民主主義の恩敵のごとくに、子供も女房も先生をバカにするのである。教六が旅館の共同経営を提唱し、現在の堂々たる風采が雇われマスターとして天下一品だと叫んだ時には、その慧眼に敬服狂気したのであった。その瞬間から現在は雇われマスターの堂々たる姿に疲れ、寝ても覚めても自分の威風に満ちた雇われマスターぶりが目から離れない。現在は新影流のほかに裏千家流や梅若流などにも多少の素養を有し、どういうわけだか小さい時から身なりということに妙にこだわるたちで、そのためか諸国の織物については変に細かい知識があった。また布地を集める趣味などもあって、それが敗戦後の生活に大層役に立ったのであるが、明治江戸室町時代頃までの布地なども多少は手元に集めていた。自分の趣味のためではなくて、剣術のお出入り先でそれを高く売りつけるような商法を昔からやっておったのである。古い紺がすりの薩摩上布が幸いにもまだ手元にあるから、それに花色木綿の裏をつけて、落語では笑われるかもしれないが、このゴツゴツした服装こそは雇われマスターとして王道の装束ではないか、なぞと惚れ惚れと考え込むのであった。しずしずと板の間に手をつき、額をすりつけていらせられまし」と最後の音を舌で丸めて飲み込むように発音する。強録が言ったではないか。70にしてますます若返り、17、18の稚児さんのようなみずみずしい色気があふれていると。自分でも近来富にそのみずみずしさが自覚され、なんとなくへんてこな気がしていたが、さては人々の目にまで17、18の稚児さんのみずみずしさが分かったのであるか。まさに新影流の奇跡であろう。敗戦とともにそれまで一日たりとも休んだことのない市内を振り回すのをやめたために、正気が影にこもって内から発するに至ったのかもしれない。70にして17、18の稚児さんへの若返り。ああ、奇跡なるかな、奇跡なるかな。剣で鍛えたこの体はヒロポンなぞ打たなくってもみずみずしく若返るのだ。女学生に惚れられるのも悪くはないな。その体力には自信があるな。近頃は鏡を見るのが楽しみだ。かめつすがめつ鏡を見たくてしようがなかった。どこがどうということもないが、どこを見ても満足であった。自分自身のあらゆる部分が一切合切鏡で再認識することによって、ただもう満足でしようがない。しかるに旅館開業どころか、この屋敷内から追い出されるかもしれないというから、現在が新影流の奥義に反して京都をしたのは仕方がなかった。みずみずしい老体も無残に打ちしおれて、実に京六先生とも思われぬ重大なる失言でしたな。しかし京六先生は新時代を深く理解せられ、また新時代の方も京六先生を理解しているごとくでありまするから、どうぞ先生お助けください。あ？お助けするんですか？私が？変なことを言うなあ、剣術の先生は。あなた近頃ちょっと変じゃないですか？奥さんが言ってましたぜ。日に20、30遍鏡を見ているそうじゃないですか。いいえ、それは武道の極意です。はあ、鏡を見るのがね。諸神社のご神体もおおむねご神教が多いものですが、鏡も玉も剣も一体のものです。これが武術の極意でして、私が老来若返りますのも、すなわちこの三位一体によって。ははー、さては先生、俺が17、18の稚児さんのような色気が出てきたと言ったから、それで妄想に疲れたね。とんでもない。あれ、赤くなったじゃないか。論より証拠だ。へへえ、ぬけぬけと三位一体を論じたね。あなたも思ったより口が達者じゃないか。いえ、もう時代に捨てられまして、よるべなき身の上です。何とぞ先生お助けください。なるほどな。さすがに武芸の極意にかなって変天自在かつまた神妙な口ぶりではないですか。あなたは剣の傍ら骨董のブローカーなどもやり、昔は蓄財も名人、女を口説くのも名人という人の話を聞いたことがあったが、さては実弾だな。とんでもない。実はね先生、その先生の神妙な話術を見込んでお願いがあるんですが、何しろ俺は喋り出すと軽率でね、特に美人の前ではろれつが回らんのです。実はね、僕は3、4年前から陰謀で毛筆を作ることを考えて、旅先なんかで旅館の部屋のゴミを集めてもらって、陰謀を探し出して毛筆を作ってみたです。非常にいいですね。いや、これはね、まだ生えている陰毛を抜いて作っちゃいかんです。自然に抜け落ちたような毛が頃合いなんですね。そこで、僕の一生の念願といたしまして、崇拝する美女の陰毛を集めて、一本の筆を作りたいのですが、そういう失礼なことを僕の口から花子夫人に言うわけにはいかないので、いえ僕はね、軽率だから本当のことをつい口走る恐れがあるです。花子夫人の居間と寝室のゴミを毎朝晩集めて恵んでいただくように頼んでくれませんかね。今にも追放の危機に際して。そのようなことが願えますか。そうか。しかし、その楽天的なところが、京六先生の値打ちですな。我々の思想はもう古いです。先生のその新思想をもって、何とぞこの危機を打開していただきたく存じます。さすがに新影流の達人は緩急を心得ており、京六の出現に面と向かって難喫するような至らぬところがない。結局新影流の極意によって京六はじりじりと追い詰められ、危機打開のために嫌でも彼が孤軍奮闘立ち向かわねばならないようになってしまった。そこで京六は光一に手引きしてもらって密かに花子夫人と会談して、つまり一服盛るというのも一刀両断に致すというのも僕の失言でして、本人がそんなことを言ったわけじゃないです。だけどさ、要するに彼らの心にあることをあなたが言い当てたんじゃないかな。僕にだってその実感がビリッときたですからね。よせよ、君が横から口を出しちゃいかんじゃないか。君は退席しろよ。オブザーバーですよ。それに低粛な両家のマダムと対座するのがあなた一人というのは、今日この混乱せる時代を背景とし、またこのへんてこな雑居族を背景として良識あるものは放置できないです。変なことを言うなえ。私利私滅なのは君じゃないか。ねえママさん、この人はね、パンパン宿なんかの部屋に落ちた陰毛を拾い集めて毛筆を作っているんですよ。それでママさんの居間と寝室のゴミを毎日朝晩僕に吐き集めてくれって言うんですけど。よせよ、僕は旅先の旅館なんかのと言ったんだ。パンパン宿なんて言いやしないよ。失礼じゃないか。あなた、パンパン宿以外に泊まったことないでしょう。例えば熱海。あなたどこへ泊まった？糸川しか知らないでしょう。よせったら、君は黙秘権というのをやれよ。この際あべこべでしょう。あなたがそれをやるんですよ。うるせえなあ。何のために来たんだかわからなくなったじゃないか。実はその並木先生の問題ですが、先生が一服盛るなんてとんでもないです。そもそも医者は毒薬に通じておりますから、毒殺すれば必ずバレることを知っております。ですから毒殺は素人が用いる手口でして、僕は探偵小説を読んでおりますから、もっとも医者が毒殺の手口を用いた例も 2、3 ありますけど、そういえばかなりあったかな。昔読んだのは忘れちゃった。奥さんも探偵小説の愛読者だからごまかせねえかな。私が並木先生をお断りいたしましたのは、先生のお見立てがお下手でいらっしゃるからですよ。いかに探偵小説を愛読していましても、まさか先生が一服お守りになるなんて考えやしませんわ。じゃあ県議晴れたんですか？京六先生しっかりしてよ。僕まで恥ずかしくなっちゃうよ。そうか、見立てがお下手だからと。つまりそうか、これは決定的だな。そうですよ。まさに文句ないです。あいつはやぶだからな。どうして当家の先代はあの先生に学士を出したんでしょうね。無駄なことをしたもんだな。あなたの一刀彫りの手並みも似たもんじゃないですか。無駄なことをしているなぁと誰かがきっと言っていますよ。よせよ、君はうるさいな。全然俺は君と会話しているじゃないか。君と会話するんだったらこんな無理しなくともいつでもできるじゃないか。今日は全然ダメだ。奥さん、失礼いたしました。と、京六は苦心の甲斐もなく退却せざるを得なかったのである。殺人事件の巻。ところが一月ばかり床に着いた後、一作氏はなんとなく死んでしまったのである。どうも変ですな。主治医として全く面目ありませんが、病院がはっきりいたしません。はじめは高血圧のせいで他にさしたることはないように考えとったのですが、と並木先生の代わりに選ばれて診察に当たった太田先生が葬式が済んだ後になって高一に漏らしたのである。すると他殺だという意味ですか？いえ、そうじゃないです。ともかく解剖して病院を確かめるべきだったかもしれないというだけです。と太田先生はごまかしたわけでもないが、高一がネチネチと追求すると結局ごまかしたような結論になってしまうのである。ねえ先生、何か特殊な毒薬を用いた場合に専門のお医者が見ても外部からでは毒殺かどうか見分けがつかないような薬品といったらどんなものがあるでしょうか？そんな小難しい薬品を使って毒殺するなんて例は日本においては考えられませんよ。なぜですか？戦争に負けた国は毒薬の使い方もできないものですかね？一般に素人がそれを使いこなす生活や知識の基礎がないですからね。秘密に勉強できないのですか？例えばですね、日本人は読み書きの教育が普及していることは世界一だと言われてますが、そういう毒殺の方法が文字に書かれて公表されているとすれば、それでもやはり日本人は毒薬を使いこなす生活の基礎がないと言えるでしょうか。そんな毒薬は一般に入手困難ですよ。殺人のためには犯人は必ずや相当の無理はするでしょうね。とにかく殺人じゃないです。なぜですか？今となっては手遅れですよ。解剖しなかったんですから。というような結論であった。この会話を交わした人物が高一であるから、この会話がたちまち世間へ広がったのは当たり前だ。と言って別段警察が動き始めたわけではないが、前山家の屋敷内の住人たちがそれぞれ人を疑って大変なのであった。やっぱりやったか。いかにやぶでも医者にはそういないからな。してみると生かす薬に比べると殺す薬は調合が簡単らしいな。京六はこう考えた。言うまでもなく多くの疑惑は主として並木先生に注がれていたのである。患者がめっきり減ってからの先生の目つきは凄みがあるよ。気が違ったんじゃないかな。というような観察が行われていた。ところが並木先生は世間の噂にはお構いなく、さて犯人は誰であるか、長男の光一が一番怪しいが、現在も協力もただものではないから、どういう奇怪な行動をやるにしても不思議はない。こう考えて先生は万人を疑ったが、しかも奇妙なことに、彼は医者でありながら、何者がいかなる薬品をいかに用いて殺したかということを考えずに、何者がいかなる心理によってこの犯罪を犯したかという心理探求の方にもっぱら熱を上げていたのである。そこで協力が並木先生に言った。おかしいねえ。あなた医者だろう？そのくせなぜ誰がいかなる薬品で殺したかということを考えないのかね。あなたつまりそれを考えたくないのだな。そこで心理問題の方へはぐらかしてごまかしてるんだね。つまりさ、あなたが殺したからだろう。こう言われても並木先生は誰か他の人がそう言われたごとくに全然平然として、いつも傍観者のような顔をして安らかな笑いを浮かべていた。俺にだけ白状したまえよ。気が軽くなるよ。僕はね、一作師を殺した人に敬意を払うとかねて神仏に約束しているのだから。この犯人は非常に性欲が強い人だね。あなたも性欲が強いが、現在先生が70の老人ながら、まだまだあの方は40、30の壮年のごとくですね。この人は医者の学校で何を勉強したんだろうね。いかにごまかすためでも、医者は医者らしくごまかせないものかね。ここに一つの例がありますが、現在先生はこう考えたのだね。不女子を喜ばせるためには口説くのが何よりであるという考えです。これは老人が人生を達観した後に会得する考えの一つでして、苦労人の見解です。そこで現在先生は花子夫人に言い寄りましたが、花子夫人が風に吹かれる柳の枝のように受け流しておったから、風に吹かれて微風にですな、そよそよと柳の枝が揺れる。いい風情ですな。何を言うとるですか、この親父は。どうも頭の方へ来ているらしいな。しかし、現在先生が口説いたというのは初耳だね。あのじいさんがね。しかし、確かに近頃めっぽう色っぽいよ。口説きかねないね。緩急自在、じりじりと、剣の極意によって、神妙だからね。しかし、現在先生の他にもう一人、花子夫人に言い寄った初老の人がある。芸術家だね。彫刻をやっておる。しかし、気をせかせるばかりで、言説に風情がない。あれ？あんた知ってたのか。驚いた。誰から聞いたね。とにかく性欲の問題です。性欲の強い人が女に言い寄りもすれば、結局人を殺すようなことになります。よせやい、ろくに女も口説けないような陰にこもった人物が一服盛るのだよ。そうこうしているうちに花子夫人が行方をくらましてしまった。恋人ができて東京で新世帯を持ったらしい。行方をくらます前に道具屋を呼んで相当数の金目のものを売り払った。前山家は財産家であるから、いろいろ金目の書画や骨董類があった。東京の本邸に所蔵していた宝物を焼ける前に別荘へ疎開させておいたから、そっくり残っていたのである。花子夫人が売ったのはその何分の1かで、全体から見れば微々たる数であったらしいが、彼女が道具屋から受け取った金は300万か400万であったという話であった。光一は義母が宝物の一部を売るのを知っていたが黙っていた。いや、そればかりではない。義母に恋人ができたことを早くから知っていたが見て見ぬふりをしていたのである。ママさんはまだ若いんだからね。それにあの美貌だもの。僕みたいな青年にママさんなんて呼ばれるのは気の毒さ。早くただの女にしてあげたかったのさ。はっはっは。と妙に物分かりの良いことを言っていた。そこで目を光らせたのは強録だ。ああ、してみるてえと前山一作殺しの犯人は絶世の美女かもしれないな。それだったらもう文句はねえや。独断的な推理はよした方が良いですよ。殺人なんかなかったのかもしれないじゃないですか。よせやい。やに物分かりの良さそうなことを言うじゃないか。僕も軽率だったよ。この犯人の素晴らしさを忘れていたね。とにかく医者が見てもわからないように殺したのだからね。素晴らしいことだよ。この素晴らしさを忘れちゃいけないね。そして他に犯人のあり得る状況を作るために並木先生の診察を拒否したとすれば、これまさに芸術的な名作じゃないか。こっちはこのうちから追放されやしないかと思って油汗をかいちゃったからね。とんまな話だよ。並木先生だの玄斎先生などにこんな芸術的な殺人ができるはずはねえや。はっはっは。一刀彫りの彫刻よりも名作らしいですかね。生意気言うな。ところがある日のこと、光一の妹のマリコが会社へ出勤するため急いでいる時、ちょうど朝の散歩に肩を並べていた兄に言ったのである。お父さんを毒殺したのは兄さんでしょ。よせよ。ママさんに恋人ができるように仕向けたのも、ママさんが家出するようにそれとなく知恵をつけたのも兄さんよ。ママさんの恋人って兄さんの友達のよたものじゃありませんか。そうかしら。しらばっくれるわね。兄さんって欲の深い人ね。そんなにまでして財産が欲しいのかしら。僕もマリコ君に一言言っておくけどね。父さんを毒殺したのは案外マリコじゃないかい。まあ誰が犯人でもいいけどね。次に財産を独占するために僕を殺しさえしなければね。お互い様よ。遺産を独占するために私を殺すのだけはよしてちょうだいね。お互いにそれはよしましょう。そして兄と妹は口をつぐんで右と左に分かれたのであった。要するに誰が犯人だか見当がつかないらしい。そして要するに誰が犯人でも構わないようなへんてこりんに無関心な時世が到来したらしいのである。戦争という大殺人の近づく気配が身に迫っているせいかもしれない。私利私滅は今やすべてのものについてそうであるのかもしれない。